カッシュウェラウヌス、カッシュウェラウヌス、キャシワローネス。聖没年不詳は、紀元前一世紀に実在した、ブリトン人の王で、紀元前54年の共和制ローマの将軍、ガイウス・ユリウス・カエサルによる、第二次ブリタンニア進ススムへの抵抗を指揮した。イギリスの伝説では、ジェフリー・オブ・モンマスの、ブリタニア列王子には、ブリタンニア王の一人、カッシュベラヌス、キャシュベレイニスとして、 マビノギオンやウェールズのトライアドにはノコカスワンラウン、キャスワローローンとして登場している。カッシュウェラウヌスは歴史上名前の分かっているブリトン人の最初の一人である。カエサルのガリア戦記の中でカッシュウェラウヌスはカエサルの第二次ブリタンニア遠征に対抗して結集したリトン軍の指揮を任された。カエサルはカッシュウェラウヌスの種族について言及していないがその領土は タメシス川、現、テムズ川の北とあり、これは後に、カトゥエラウニ族、が定住た場所と一致する。カエサルによると、それ以前のカシュエラウヌスは、他のブリタンニアの種族と絶えることなく、戦争を繰り返していたという。当時ブリタンニアで、最も勢力のあった、トリノバンティス族の王イミヌーエキティテウス、イマヌエンティウス、ともを倒し、その息子、マンドプラティウス、 ガガリアにいた、カエサルのところに逃げてきた。カエサルの軍が食料調達に出たところをカッシュウェラウヌスは攻撃したが逆襲にあった。カエサルたちがタメシス川を渡った後はカッシュウェラウヌスは大軍を解散させ知り尽くした土地でチャリオット戦車を使ったゲリラ戦を仕掛けた。ケニマグニ族、セモンティア貴族、アンカリテス族、ビブロ貴族、カッシ族、 の五部族がカエサルに降伏し、カッシュェラウヌスの本拠地を教えた、現在のホイートハムステッドのデビルス大工と言われる。カエサルはそこを包囲して攻撃した。その間、カッシュェラウヌスは、キンゲトリクス、カルウィリウス、タクシマグルス、セゴワクス、という4人のカンティウム、現、県と地方の王たちに使者を送り、軍勢を結集して海岸にある、ローマ軍の野営地を襲撃するよう伝えたが、 ローマ軍はそれを撃退し、ルゴトリクスという属長を捕虜にした。この敗北と自分の領土が荒らされているのを知って、カッシュエラウヌスは降伏した。朝廷に当たったのは、カエサルと同盟を結ぶベルガエ系アトレーバテス族の王、コンミウスだった。人質と租税、さらにトリノバンテス族の王に服井したマンドゥプラキウスに、対してカッシュエラウスが攻撃しないことで合意が得られた。 それからカイサルは干ばつによる不作で同様の大きなガリアに戻りガリア戦争の平定に努めた。以後97年間ローマはブリタンニアに戻ってこなかった。ギリシャの著作家ポリアイヌスはその著書ストラタジャマタの中でカイサルが走行したイクサ像を使ってカッシュウエラウヌス軍が守備する川を渡ったという逸話を語っている。この突飛な主張は おそらく四十三年のローマのブリタンニア征服で皇帝クラウディウスが像をブリタンニアに連れて行ったことと混同しているものと思われる。カッシュベラウヌスはジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王子に登場する。ただしスペルはキャシベル・イニス、カッシュベラヌス、またはキャシベローネス、カッシュベラウヌスなっている。カッシュベラヌスはヘリ、王の子で兄のルッド王の死後。 ブリタニア王になる。ルッドには、アンドロゲウス、ガリア戦記に出てくる、実在のトリノバンテス族の王、マンドブキウスと、テムアンティウス、実在、のカトゥーエッラウニ族の王タスキオアヌス、タシオベイニスという二人の息子がいたが、二人とも年が、若かった。アンドロゲウスは、ケント公、トリノバントゥム、ゲン、ロンドン公に、テンアンティウスは、コーンウォール公になる。ガリア征服後、 ユリウス・カエサルは、ブリタニアにやってきて、カッシベラヌスに服従するよう手紙を送る。カッシベラヌスは、ブリトン人とローマ人は、同じトロイの末裔、トロイのブルータスさんだと主張し、それを拒否する。カエサルは、テムズ川の入り江を侵略し、戦闘が始まる。カッシベラヌスの兄弟、ネンニウス、がカエサルと、相まみえる。カエサルの剣がネンニウスの盾から抜けなくなる。 ネンニウスは自分の剣を捨て、カエサルの剣でローマ兵を多数殺害する。殺された中にはトリブヌスミリトムのラビエヌス、レービエニスモタ。カエサルはガリアに敗退する。カッシュベラヌスは勝利を喜びたいが、ネンニウスの死で複雑な思いである。ネンニウスを埋葬するとき、クロケアモルス、ラテン、語で黄色の死の意味という名称のカエサルの剣も一緒に埋められた。 二年後、カイサルは、さらなる大軍を率いて侵略してくる。事前に、それを察知したカッシベラヌスは、カイサルの戦隊を破壊しようとテムズ川の喫水船の、下に杭を植え込む。作戦は成功し、数千のローマ兵が溺死する。ローマ軍は再び敗走する。ブリトン人指導者たちは、鳥のバントムに集まり、自分たちを勝利に導いた神々に感謝を捧げ、 多くの動物を生贄にし、スポーツ競技を催す。レスリングの試合の時、カッシュベラヌスの甥、ヒレルグラスがアンドロゲウスの甥、クエリヌスに殺される。カッシュベラヌスは裁判のため、アンドロゲウスに、クエリヌスを引き渡すよう命じるが、アンドロゲウスは裁判は、自分の鳥のバントムの宮廷で行うと拒否する。カッシュベラヌスが戦争をちらつかせると、アンドロゲウスはカエサルに助けを求める。 カエサルはルトピエ港、弦、リッチボローに上陸し、三度目の侵略を始める。カッシュベラヌスの軍がカエサルの軍とぶつかった時、アンドロゲウスが背後から五千の兵力で攻撃を仕掛ける。戦列が乱され、カッシュベラヌスは近くの丘の頂上に逃げ、二日間の包囲の後、カッシュベラヌスは銀三千リブラを支払うことに同意し、馬牧する。六年後。 カッシュベラヌスは亡くなり、ヨークに埋葬される。アンドロゲウスは、カエサルとローマに行き、ブリタニア王は、テンアンティウスが継承する。カッシュベラヌスは、ウェールズのトライアド、マピノギオン、それに、ジェフリー、ブリタニア列王子のウェールズ語版の中で、ペリー・マーノコ・カスワ・ラウン、キャスワ・ローローンとし登場する。マピノギオン映画第二子、シールの娘では、カスワ・ラウンは、 正当な王、祝福されたブランがアイルランドで戦っている暇に、ブリタニアの王位を奪う散奪者である。姿を見えなくする魔法の衣を使って、カスワラウンは、ブランが自分の代理に残していた七人のカレーを殺す。一方、八人目であるブランの子、カラドックアップブランは、誰も持っていないガブカたちを殺していくのを見て、混乱して死ぬ。マピノニ四枝、第イエグザ。 シールの息子では、ブランの家来たちは戦いを回避するため、カスワラウンに服従を申し出る。銀の腕のスイッツ。ジェフリーの本では、ルッドオート、スエベリス、兄弟を描いた、スイッツと、スエベリス、サイフランクラド AA、e、フリーズの中にもカスワラウンは、言及されている。ウェールズのトライアドでもカスワラウンは盛んに、言及されている。トライアド、三大十一は、 ジェフリーが物語ったように、カスワラウンとアファーウィー、マンデブラキウス、アンドゲウスの争いが歌われている。一方、トライアド95は、マピノゲオンで語られたのと同じ、ブランの子カラドクの詩についての詩である。しかし、他のトライアド、35、36、38、59、67、71は、ローマのものからも、現存する中世のものからも引いていない。 独自のカスワラウン伝説である。トライアド38は、三つの送られた馬の三大師だが、その一つが、メインラズ、スレンダーなグレーという名前のカスワラウンの馬である。トライアド59はそれを繰り返していて、三つの不運な助言の一つが、メインラズと交換に、ブリテン島に上陸することを許した決定である。トライアド十五では、カスワラウンが二万千人の部下を引き連れて、 カエサルを追跡するが、そのまま戻ってこなかったと歌っている。トライアド67と71は、カスワラウンを美しい、フラーをカエサルと争った偉大な恋人として描いている。恋人を求めて、ローマに旅する下りは、ブリテン島の三つの黄金の靴屋の一つである。文脈から推測するに、カスワラウンは、靴屋に変装したのだろう。 ウェールズ出身で18世紀の古代文学の研究家であったヨロ・モルガヌグが編纂したトライアドにはこの伝説の拡張版がある。カスワ・ラウンはガリアでカエサルからフラーを誘拐するが、この時6000人のローマ兵を殺し、その報復にカエサルはブリテン島を侵略する。ヨロのトライアドは偽作の疑いが強いが、12世紀の詩人はフラーの話の中に カエサルのフラエの愛は値段が高くついたという、いくつかのバージョンを知っていた。ウェールズの学者レイチェル・ブロムウィッチは、トライアドの中のカスワラウンへの断片的なほのめかしは、失われたキャラクターの物語に関するものかも、しれないと示唆している。それは、王の冒険に関するロマンスの形式で書かれていたかも、しれないが、古い文献によって、大きな影響を受けることはなかったのだろう。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。